ラット、本名だとモハマット・ノール・カリットは、マレーシアで国民的な人気を持つ漫画家。13歳で最初の漫画本を出版して、以来20冊以上の作品を刊行してきた。マレーシアの社会と政治を題材として、偏見を交えず、喜劇的な観点から描いた作品が主体である。代表作ザカン・プンボーイは、世界各国で刊行された。 1994年、作品を通じて、マレーシア社会の和合と、相互理解の情勢に貢献したことから、ペラ州のスルターンカラダとの称号を授けられた。2002年には、福岡アジア文化賞を受賞した。田舎の村落で生まれ育ち、11歳で都市部に移った。学校に通いながら、新聞や雑誌に漫画を寄稿して、家計を助け、13歳の時に、 初の著書記がセカーンを刊行した。高校卒業後は成績が不足していたため進学せずに新聞記者となった。その後1974年に風刺漫画作家に転身した。マレーシアの生活や国際社会に対する見解が良く表されたラットの作品は全国紙ニュース・トレッツ・タイムズやブリタ・ミングなどで長期連載された。自身の経験に基づく 自伝的作品、カンポンボーイとタウンボーイでは、村楽と都市の暮らしを描きつつそれらを対比させた。その作風には、初期に受けたザビーノやザ・ダンディからの影響があるとされる。しかし、街を行く姿勢の人々を大胆なペン使いで描く、スタイルはラット独自のものである。マレー系キャラクターを描くときは輪を3つ並べて、花とするのがトレードマークである。 1960年代に冒険漫画で人気だった、センダツ・ラ・ジャハムザの影響で、家族生活や子供に関心を持っている。師匠である巧妙な漫画家ル・ジャブハッドからは、作品の題材となる人種、文化グループを深く理解しようとする姿勢を受け継いだ。細部まで配慮が行き届いたラットの作品は、多くの読者に、真実味と、公正さを感じさせ、高い支持を得ることになった。 漫画の制作と出版以外にも、自作を用いたアニメーションや広告、テーマパーク事業にも関わっている。ラットの名前と作品は、国際的に認知されており、マット・グレーニングやセルジオ・アラゴネスのような海外の同業者から敬意を受けているほか、外国から公に招聘され、体験談を作品化して、自国を広報するよう求められることもある。 クアラルンプールで27年間作家活動を続けた、あと一方に戻って落ち着いたセミリタイア生活を送っている。ラットが育ったカンポンは高床式の木造家屋が並ぶのどかな集落だった。モハマットノールカリットは1951年5月5日、ペラ州ゴペンの町コタバルに位置するカンポンラランに生まれた。カンポンとは伝統的なマレー人の村落を指すが、 故郷、田舎の意味もある。父親はマレーシア軍の事務職員、母親は専業主婦だった。モハマットノールはぽっちゃりした丸顔の少年だったため、家族からブラッドというあだ名をつけられた。友人はそれを縮めてラットと呼び、この名が漢本中で、後には世界中で通るようになった。ラットは兄弟の最年長であり、友達と一緒にジャングルやプランテーション、 鈴い高地で遊ぶのが常だった。遊び道具は雑貨や自然に見つかるものを利用して作った。両親から与えられた紙や筆記具で落書きすることを好み、漫画とテレビもお気に入りの娯楽だった。ラットが愛読した国内漫画家はマレー系主人公の冒険漫画を得意とするラジャハムザである。マレーシア人の美術評論家で歴史家のレザピア・ダサはカンポンで過ごした。 幼少期がルーツとなった漢方ンンへの誇りと、マレー独特の穏やかさと優雅さに満ちた人生観をラットに植え付けたという。ラットの正規教育は地元のマレー語学校から始まった。漢方ンンの学校は方言で授業が行われることが多く、成績がとやかく言われることもなかった。幼少期は天候が多く、一家は、 父親の転勤に伴って全国の基地を転々としたが、1960年になるとラットの記事に落ち着いた。その1年後、州都一方にある英語全寮制学校への編入試験に合格した。父親は息子の学業が優れていたのを見て、カンポンの家を売って都市部に移住する決断を下した。当時のマレーシアでは英語学校での教育は、 将来の成功の足がかりになると考えられていた。小学校を卒業したラットは、ペラ州で、ヒミッション系の英語学校では最高本であった、アンダーソンスクールに進学した。高度な学校教育のために、一方に移り住んだことは、レザによると、ラットが漫画家として成長する上で、重要な節目であった。多民族社会であった都市の暮らしを通じて、 ラットは多様な背景を持つ友人と交わり、文化的な視野を広げることができた。9歳の時から絵の才能を活かして、家計を助け出した。初めは自作の漫画を友達に売るだけだったが、その4年後の1964年に初めて作品を世に出した。地元の映画雑誌、マジョラフィレムに掲載された3コマ漫画の考量は映画のチケットであった。 初の漫画本ティガセカワンがシナランブラザーズから刊行されたのは同年のことである。三人の男の子が協力して泥棒を捕まえる物語であった。投稿を受けた同社は作者ラットを成人の漫画家と勘違いし25リンギットの原稿料を支払った。1968年17歳となったラットはブリタミング紙に漫画作品 ケルハーが SI ママットを描き始め、それ以後26年間にわたって、週刊連載を続けた。ラットは、学生のみでありながら、漫画によって、当時としては高額の月収100リンギットを得ていた。2年後に5年間の中等教育を終えるが、シニアケンブリッジ試験の結果が、第3等だったため、大学予備課程に進学することはできなかった。 高校卒業に相当する学歴で社会に出たラットはイラストレーターとなることを目指して職を探し始めた。記者になったラットは1970年代のクアラルンプールを彷徨い歩いた。故郷のカンポンとはかけ離れた環境であった。マレーシアの首都クアラルンプールに移り住んだラットは漫画家のポストを求めてブリタハリアン紙を訪問した。同志の編集者。 アブドゥルサマドイスマイルはラットに欠員がないことを告げ、代わりに犯罪事件記者の職を提示した。ラットは承諾したが、本人によると気が進まない選択だったという。どうやって食べていくかという問題だった。家族のために稼がなければいけなかったんだこの頃、父親は大病で働けず、一家の大黒柱としての責任はラットに負わされていた。ラットは、 記者として働きながら別の観光物のために漫画を描いた。ラットは後にブリタ紙の親会社ニューストレッツタイムズに移籍した。事件取材でクアラルンプールを隅々まで歩き回る中で街頭を行き交う無数の人生と触れ合ったラットは漫画の材料を蓄えるとともに世の中について理解を深めていった。しかし、ラット自身は事件記者として成功するには 被害者にずけづけと取材する、推しの強さが当たりないと感じていた。その上、犯罪被害を伝えるラットの、息を呑むほど克明でどぎつく、直接に描かれた惨状は、上司によって修正されることが常だった。ラットは、自らが記者として、不適格だと決め込み、悩んだあまり辞表を提出した。しかし、彼が報道の世界で大成すると信じていた様とは、辞表を突き返した。 ラットのキャリアが好転したのは1974年2月10日だった。漫画作品バース・ユノットが香港の雑誌アジアマガジンに掲載されたのである。ベルス・ナットはマレーシアのイスラム教徒が必ず受けるアリレ式を意味する。同作はニューストレーツ・タイムズ紙の編集長短、スリリー・シューイーの目に留まった。この意味深い儀式をユーモラス活性地に描いた手際に、 感銘を受けたリーは、作者を自社に迎えるよう口やかましく命じたが、ラットがすでに自社に所属していると告げられて驚いた。ラットはリーに呼び出されて、直接面談し、その結果社内での立場が一変した。ニューストレーツタイムズ副編集長となっていたサマドは、ラットのためにコラムカートゥーニストの地位を用意した。最初に与えられた職務は、 シーンズ・オブ・マラジアン・ライフと題した連載で、各民族の結婚式などマレーシアの文化を綴ることであった。後に社名によりロンドンのセント・マーチンズ・スクール・オブ・アートに4ヶ月派遣され、そこで英国の風刺漫画と新聞に出会った。新しく学んだ文化に夢中になったラットは、マレーシアに戻ると、シーンズ・オブ・マラジアン・ライフを風刺漫画のシリーズに変えてしまった。 この変更が好評を得たことで、1975年には創作活動に関して完全な自由を持つフルタイムの漫画家に認じられた。ラットは着実に優れた風刺漫画を描き続け、マレーシア国民を楽しませた。1978年には2冊の作品集が編纂されて一般に発売された。この時点でもシーンズオブマラジアンライフの作者として、 なおなしていたラットだが、国民作家の地位に上り、国際的な認知を得るに至ったのは、自作の執筆によるものである。1979年、子供時代の経験を描いた自伝的漫画作品カンプンボーイ、カンポンボーイが、ブリタパブリッシングから刊行された。同書は、ベストセラーとなり、ラットの言葉によると、第一冊は、発売から4ヶ月で完売した。 自由なペンタッチによる白黒のスケッチと、簡素ながら多くの意味が込められた文章で描き出された、心温まるマレーシアの存落生活は読者を虜にした。2009年までに、同書のマレー語版は16冊を数え、ポルトガル語、フランス語、日本語などの多言語版が、海外数カ国で発行された。カン,ポンボーイの成功はラットを、 マレーシアで最も著名な漫画家の地位に押し上げた。カンポンボーイでは作者の子供時代の経験が描かれている。写真は大きな歯に乗せた相手を引っ張るトリックアッピー、ピノングという遊び。1981年にはタウンボーイ、タウンボーイが刊行された。カンポンボーイの続編として故郷の村落から都市に移り住んだ主人公の思春期を描くものだった。 風刺漫画作品集もさらに2冊刊行され、筆名はさらに高まった。1984年、世間の注目から逃れたいという望みもあって、ニューストレーツタイムズの職を辞し、フリーの立場で、シーンズ・オブ・マレーシア・ライフを描き続けることになった。ラットは、カンポンボーイ社を設立して、自作の出版やキャラクターの商品化を管理し始めた。2009年、カン,ポンボーイ社は、 テーマパーク開設のプロジェクトで3利を及び、ヒットエンターテインメントと提携した。2012年8月には、ジョホール州イスカンダルプテリに、マレーシア発の屋内テーマパークである、プテリハーバーファミリーテーマパークが開設され、ハローキティやボブと働くブーブーズなどのアトラクションフロアと並んで、テーマレストランラとエスプレースが置かれた。内装は、マレーシアの村落をモデルにしており、 カンポンボーイのアニメーションが流れる中、キャラクターの紛争をしたキャストの給仕で食事を行うことができた。ラットは印刷媒体以外での表現にも挑戦している。1993年にはユネスコが企画した短編アニメーション映画、ミナの笑顔の制作に参加した。東南アジアの農村に住む若い母親を主人公として識字教育を啓発する作品だった。その後、ラットは 個人的な懸念に押されて、再びアニメーション制作に進出した。1980年代と90年代に放映された西洋のアニメーションが好ましくない文化的影響を及ぼしていると考え、マレーシアの子供に固有の価値観を伝える番組を作ろうとしたのである。その結果、ラットの代表作を原作とするテレビシリーズ、カンポンボーイが誕生した。同シリーズは、 全26話が制作され、マレーシア内外で放映されて、技術的にも、内容的にも、好意的な評価を集めた。1999年には、アヌシー国際アニメーション映画祭において最優秀、テレビシリーズ賞を受賞した。とはいえ、ザ・シンプソンズとの類似や、マレーシア固有とは言えない英語の使用を指摘する声も、あった。ラットが、最後に、 アニメーションに関わったのは2009年のことである。ペトロナスフィルハーモニックホールで行われたアニメーションミュージカル公演ラット s スウィンドツーザワールドにおいてラットはカンポンボーイのキャラクターを使った短いシーン3編の制作に参加した。完成したアニメーションはマレーシアフィルハーモニー管弦楽団の演奏とともに上映された。ラットの絵は カール・デイビスの作曲による楽曲と組み合わされ、純真で牧歌的な時代のカンポンで過ごした子供時代を見事に捉えていた。1997年、27年間を過ごしたクアラルンプールを離れ、家族を連れて一方に戻った。漫画界から少し距離を置くとともに、故郷のカンポンの近くに住み、子供たちに小都市や村の暮らしを味わわせようとしたのだという。 ラットは1977年に結婚し、4人の子供を授かっていた。ラットによると、子育ては有名人としての重圧を紛らわせてくれただけでなく、漫画の好みが異なる若い世代との間に、ギャップが生まれる可能性に気づかせてくれたという。ラットの妻は、完成原稿をスキャンして、クアラルンプールの新聞社に電子メールで送る役を務めていた。ラットは現在でも、 ペンとインクで漫画を描いており、コンピュータを使うのはメールを読む時だけである。2011年から2012年にかけて、チビテ・ラ・ラニエルフェローシップのプログラムによって、世界中のアーティストと共に、イタリアに招聘された。彼らは創作活動を支援するように用意された、環境の中で、1ヶ月の滞在期間にわたって交流した。ラットの作品は広範なジャンルにわたっている。 アジア漫画の研究者ジョン・エーレントは、多彩な著作を持つラットを一つの分野に収めるのは難しいと考えた。クルアルガシママットでは、スラップスティックと風刺を通じて、伝統的な価値観と近代との出会いが描かれており、同時に子供の遊びの中で起きるユーモラスな出来事も大きな部分を占めている。リーダーズダイジェストの寄稿者、ジェニファー・ロドリゴ・ウィルモットは以下のように述べた。 ラットが描くキャラクターはいずれも普通の人々である。チェックのサロンを履いた村の男、白い銅器を履いた両替やプッシュジャケットを着たマレー系の公務員。ラット自身もそうだ。平坦な丸い顔、少しだけ偏った花カールした黒髪が乱れて、もじゃもじゃのいつも歯を剥き出して笑っているあのキャラクターのことだ。ラットは性格も 文化的背景もまちまちなキャラクターの集団を使いこなすことで、限られた数のキャラクターでは不可能な幅広い題材を作品に取り上げている。マレーシアのコミック研究者ムリアディ・マハムードによると、ラットの漫画でユーモアを生み出している文章上の要素は、切り詰められた会話とダジャレであり、視覚的にはキャラクターたちの顔の表情と仕草が、事物のおかしみを引き出しているという。 さらに無理やりは、ラットの作品は、複数のレベルで解釈が可能だと述べた。ある読者が、ラットのスラップスティックを笑う一方で、同じ作品を見た、別の読者は、隠れた、社会批判を楽しむかもしれない。例として無理やりは1972年で、発表された、ケルアルガシママットシリーズの一作を挙げた。当時マレーシアには資格を持った、体育教師が不足しており、 多くの場合専門外の教員が代わりを務めていた。ラットは肥満した教師が体育の授業を行い、しまいにへたり込んでしまう様子を漫画にした。無理やりによれば、この漫画はひどい目にあった教員を単純にからかっているとも解釈できるし、カリキュラムを再検討するべきだとの提言にも、教師が足りないという訴えにも、極端なことを言えば、 政府の対策が欠如していることへの批判とも取れる。ラットの初期作、ティガーセカアンやケルアルガシママットの文章は、マレー語で書かれていた。しかし後年の作品は、多くが英語で書かれた。シーンズオブマラジアンライフは、英字誌、ニューストレッツタイムズでしか発表されていない。ラットが作品で使う、英語表現は、 マレー語の語彙が取り入れられて公文が単純化された美人言語であるマングリッシュを反映している。英語の作品を数作続けて成功させた後、ラットは英語に堪能ではない層を無視してきたことを気に病み始めた。そこで彼はマットソングを描いた。漢ン,ンの少年が都市に移って作家となり、美しいシティガールに求愛する物語でマレー語で書かれていた。 マッソムはヒット作となり、第一冊3万部は3ヶ月で完売した。ファー・イースタン・エコノミック・レビュー誌のジャーナリストスハイに、アズナムは一切の偏見を交えずに、庶民の苦境を風刺的に描けるのが、ラットの強みだと述べた。絵の技術は、幼少期から自己流で学んだものである。ラット自身は、絵の才能と関心を、父親から受け継いだと信じている。 父親はいたずら書きを趣味としており、ユーモアのセンスを持った村のおどけ者として長通っていた。ラットによると、テーマイも絵の才能に恵まれていたが、それを伸ばそうとしなかった。両親は絵の勉強をするよう積極的に後押ししたが、父親は職業にはしないようにと念を押すことがあった。家族以外にも、小学校の先生モイラヒューはいつも授業中に、 教科内容を絵にするよう求め、ラットの才能を伸ばしてくれた。ヒューの教化によって、ラットの意識は広がり、漢本外の世界を視野に入れた考え方を受け入れられるようになった。ラットの初期の作風は西洋の影響を受けていた。1950年代にマレーシアで育った子供の多くと同様、ラットはハンナ・バーベラのテレビアニメやイギリスのコミックブックに親しんだ。 ラットが幼少期に描いた落書きは、それらの作品を手本として、スタイルやテーマを再現したものだった。ある友人が、ラットの絵に、海外の影響があることを、家族の前で指摘すると、父親はラットに対し、それよりも、自分の周囲を観察して思いついたことを描くよう、助言した。幼少期のラットは、父に従って、身の回りの出来事を観察するようになった。ティガセカワンは、 郷土色を持ったユーモラスな犯罪活劇として構想された。ケルアルガシママットとその主人公はマッテイ・ママット・カリットから名付けられたもので物語は東京の村民や学友をモデルにしている。ベルスナットの発想が生まれたのは記者として病院で取材を行っている時だった。殺人被害者の取材が一段落して死体安置所を後にしたラットは病院内で マレー系の少年たちが割礼を受けているのを見かけた。ラット自身が郷里で受けた成人儀礼では主役を祝福するために思考を凝らした儀式が行われたが、それに比べて少年たちの体験はいかにも味気なかった。そこで漢ンと都市の暮らしの際を作品に表さずにはいられなくなったという。本格的に漫画界に足を踏み入れるにあたって、 ラットは全く業界に不安ないというわけではなかった。それ以前からベテランの政治漫画家ルジャブハットの地遇を得ていたのである。ルジャブハットは同郷人から尊敬とともにマレーシア漫画界の首長という称号を与えられていた。ラットが新聞や雑誌に投稿した作品を目にしたラジャブハットは彼と文通をはじめラットの母親から15歳で 漫画界に入った息子の面倒を見るよう頼まれると、それを受け合った。彼はラットに助言を与え、漫画家としての成長に影響を与えた。ラットは死、ルジャブハットを高く尊敬し、手本とした。ルジャブハットも愛情と尊敬を持って答えた。ラットの指南役となってから36年後、ルジャブハットは、指定関係を以下のように物語っている。 ラットと私は遠く離れていても、心はいつも共にある。初めて彼と会った時、私の口は縫い合わされてしまった。愛がそばにある時、口は言葉を忘れ、一言も発することができない。ラットは山頂を極めた男だが、ふもとの草を忘れてはいない。彼は、どこへ行っても私が師匠だと言ってくれる。ラットに影響を与えたマレーシア人は、 ルジャブハットが初めてではなかった。ラジャハムザは活劇と怪奇作品で人気を得た漫画家だが彼は幼いラットのヒーローだった。ラットを漫画家の道に向かわせたのはマレーシア人の冒険家が大活躍するラジャハムザの漫画であった。その望みはティガセカワンの観光で実現した。何度も投稿が却下された末に同作が世に出たことは 憧れの存在と同じく漫画家になれる印と感じられた。ラジャハムザはまた、マットジャンブル、エス・ファミリー、ドル・ケリパッチ・ワック・テンピなど、家族生活を描いた作品でも成功を収めていた。ラットはこれらの漫画を通じて、家族生活や子供らしさを尊ぶようになり、後に自作に生かした。ラットは周囲を司祭に観察して作品に取り入れることに関心を持っていた。 ケルアルガシママットやカンポンボーイではキャラクターの外見や立ち振る舞いが現実そのままに描かれていた。セリフは現地の方言を交えた自然な文体で書かれていた。それによって読者は物語とキャラクターが紛れもなくマレーのものだと信じることができたのだった。1975年にロンドンへ研修旅行を行って以来、ラットの作品にはフランク・ディケンズ、 ラルフ・ステッドマン、ジェラルド・スカーフラの風刺漫画家の影響が見られるようになった。1997年、ノーザン・イリノイ大学の名誉教授論プロビン社は調査対象としたマレーシアの漫画関係者がラットのスタイルからザビーノを連想したことを報告した。無理やりもザビーノとザ・ダンディの子供の世界というテーマがラットの ケルアルガシママットに明らかに見られると述べている。一方で、ラットの作品は、独自に発展を遂げたと考える表者もいる。シンガポールの漫画家、モーガン・チュアは、ラットが印象に残る土着的なスタイルを作り出しながら、同時に独自性を保っていると考えている。漫画誌の研究者、清水伊佐は、ラットの描線は、やや荒削りであるが、作品は、全く独自のものであり。 生命に溢れていると書いている。レザの判定では、ザビーノとザ・ダンディは、ラットが独自のスタイルを築く、以前の発達初期の影響に過ぎない。レントは1999年に以下のような論評を与えている。大きく誇張されて描かれているにもかかわらず、ラットの絵は対象を、生き生きと実物通りに描き出している。ラットが描くマレーシア人は、 どの人種に属すかはっきり見分けることができる。それだけでも波の手際ではない。絵は大胆な筆遣いで描かれ、眼竹のある会話は、英語とマレー語、そして中国語やタミル語であろうもので綴られ、そして遊び心に満ちた背景の中では小さな物語が展開されている。ラットのペン画作品に簡単したアメリカの漫画カラリーゴニックは、 自作ザ・カートゥーン・ヒストリー・オブ・ザ・ユニバースの一部にペン画を取り入れた。コニックは普段使っている筆と同じように描こうとしたが満足いく結果は得られなかったという。ラットには再色した作品もあり、水彩とフェルトペンで描かれたコンプング・ボーイ、イエス・タデー・アンド・トゥデーはその例である。レントによると、レザはラットが社会批評や一つの景観の創造によって風刺漫画を 純粋資格芸術のレベルにまで押し上げたと断じた。ラットの作品を高く評価したのは美術評論家だけではない。漫画家でマレーシアの風刺雑誌ヘラヘラの編集者でもあるジャーファルダイブは年月を重ねてもラットの漫画はユーモアと妥当性を失っていないと考えている。彼の説明によればその理由は著者のアイデアを明確に表すために考え抜かれた構成にある。 ラットがニューストレーツタイムズに連載を始めた頃、マレーシアの政治漫画家は政治家に対してオブラートに包んだ描写しかしなかった。政治家の似顔絵は写実的に描かれ、批判は遠回しなポエムとして表現された。しかしラットはその限界を押し広げた。政治家の似顔絵を描くときは一定の品位は保っていたものの、要望や癖を容赦なく誇張した。 ラットが改装するところでは、1974年にマレーシアの総理大臣、アブドゥルラザクを背後から描いた作品を修正するよう求められた。リーはその作品をそのまま印刷することを拒み、監獄域になりたいのか、と迫った。しかし、翌年にラットが再び描いた政治風刺漫画は、リーの承認を得ることができた。その漫画には、 ラザクの公認フセインオンがラクダの背に乗りサウジアラビアからクアラルンプールまでの帰途につく様がギガ化されていた。自らの帰国とともに公務員給与の引き上げが立法化されるニュースを読んだフセインがゆっくり進むようにラクダに声をかけるのが笑いどころであった。マレーシアの政治家階層は次第にラットのギガ化になれ一般の国民と同じように楽しむようになった。 ムリアでは、ラットの作風を、さりげなく、遠回しで、象徴的と表現し、倫理的にも、美的にも、マレーシアのユーモアの伝統を受け継いでいると述べた。伝統に則っ,ったラットの漫画は、国民的な尊敬を集めた。ラットが政治家を批判するとき、対象の地位や人間性からは、ありえない、考えられない、思いがけない状況において、そのコントラストからユーモアを、生み出す。 マレーシアの第四大総理大臣、マハティール・ビン・モハマドは活動期間のほとんどを通じて、しばしばラットの漫画に取り上げられてきた。20年にわたってマハティールが積み上げてきた漫画の材料は146ページの作品集ドクター・フーを生み出した。ラットの基地は国内の政治家だけでなく、イスラエルの中東政策やシンガポールの卓越した政治家、 リーク・アイユーのような外国人にも向けられた。作品の多くが政治的な性格を持っているにもかかわらず、ラットは自身を政治漫画家とみなしておらず、その分野ではもっと優れた作家がいると公言している。ラットは自分の表現に可能な限り敵意を込めないようにしている。特に人種や文化、宗教に対しての配慮を欠かさないのは、チルジャブハットの助言に従ったものである。 漫画の着想を練る際にも悪意や無神経さが感じられる部分は取り除く。東京で開催された第4回アジア漫画展において自作で宗教的な内容を扱うのは自身の信仰であるイスラムに限っていると明かした。イスラムを描くときも漫画を通して若い世代に自身の信仰を伝えようとする。ラットは自作に交換すべきではない部分があれば 担当編集者がカットしてくれると信じている。あるインタビューでは、漫画家が一人でチェックを受けずに創作を行うと、ゴミが生まれるかもしれないため、自己出版には抵抗があると述べた。ラットは自分が馴染んでおり、能力を発揮できる領域では、独断的であることを好む。ラットは、一旦描いた作品を修正することは、ガとして許さない。編集者が修正を要求したため、 結局出版されずに終わった作品も複数ある。そのような場合、編集者は、紙面上で、ラットの連載が乗る位置を丸ごと没にする。ラットは、お蔵入りとなった作品の存在を認めてこう、語っている。そうだな、おそらく私がちょっと強行すぎたんだろう。でもトラブルになったことはないし、正直なところ没になった漫画は、ほんの一握りだよ。 ビートルズをはじめとする音楽は、ラットの人生と作品に影響を与えた。音楽は若い頃から、ラットの生活の重要な一部を占めてきた。あるインタビューでは、ペギー・マーチの、愛のシャリオや、ポールとポーラの、ヘイ・ポーラを聴いて、英語を学んだと述べた。音楽を聴くことは、仕事中に、漫画のインスピレーションを得るための重要な儀式でもある。ファッショナブルな女の子を描く場合、 スケッチの段階では、ポール・マッカートニーの曲をかけ、コミュニッタディテールを描くときには、インドネシアのガムランに変える。ラットは、ポピュラー音楽のファンで、特に1950年代と60年代のロックを、好み、ビートルズ、ボブ・ディラン、エルビス・プレスリーを聴いている。また、カントリー音楽、特にハンク・ウィリアムズや、ロイ・ロジャースの曲は、つつましやかだと感じて、お気に入りとなった。 音楽を聴くだけにとどまらず、ギターとピアノをアンプで弾きこなす。かつて、マレーシア社会では、漫画家は低く見られており、作家と比べて、詩的に劣り、画家と比べて技術が劣っていると考えられた。1950年代に、原稿料を映画チケットで支払われたのは、ラットだけではない。ルジャブハットは10本の風刺漫画に対して、チケット1枚を与えられたことがある。 他にも多くの漫画家が同様の報酬を受けたり、わずかな金銭しか支払われなかったりしていた。しかし、たとえ社会的地位が低かろうとも、当時のラットは自らの職業に誇りを持っており、自分の作品のセリフとアイデアを誰か別人が書いていると思い込んでいた知人の女友達に立腹したことがある。漫画を描くことは彼にとって職業以上の何かだった。 もしそれが仕事だとすれば、私が子供の頃から今まで33年も続けているのはどういうわけだろうか仕事は決まった時間に行うものだ。出勤しては仕事を済ませ、やがて退職する。仕事であれば、とっくに退職していただろう。しかし、私はまだ描き続けている。私にとってこれは仕事ではなく、当然やるべきことなのだ。ラットラットのサインで、 L の字が引き延ばされているのは作品を完成させた喜びから来るものだという。ラットは漫画を描く最大の目的は人々を笑わせることだと述べている。彼が言うには漫画家としての自分の役目は人々が感じていることをユーモラスな漫画に変換することである。彼には漫画を通して主張を押し付ける意図はなく人々は 自分の頭で考える自由を持つべきであり、自分にできるのはせいぜいユーモラスなシーンの裏にある深い意味を考えさせることくらいだと信じている。彼にとって漫画を描くことの報いは幼少期から単純なものだった。面白い絵を描いて人を楽しませるのは気分のいいものだ。子供の頃ならなおさらだ。家族や友達に自分の絵を見せてちょっとでも笑ってもらえたとき、私は 芸能人にでもなった気でいた。漫画家としての誇りから、ラットは漫画制作を尊敬すべき職業に押し上げようと試みた。1991年には同業の漫画家、ツナー、ルジャブハット、ムリーアディと共にピーカーションを結成した。ピーカーションは展示や公開討論を開催し、一般の漫画に対する意識を高めるとともにメンバー間の親睦を深めた。 また著作権などの法的な問題をメンバーに対して明確化し、政府とメンバーとの間の仲介役ともなった。その前年、ラットのカンポンボーイ社が企画したマラジアンインターナショナルカートニス・ツ・ギャザリングが開催され、国外から多数の漫画家がマレーシアに集まり、作品の展示や交流活動を行った。レザの見るところでは、 マレーシアの漫画家が同国人から尊敬を得るようになる上で、ラットの果たした役割は大きい。漫画家の権利向上の他には、環境保護の促進に関心を抱いている。郊外と資源の乱用を風刺した作品はいくつもある。1988年、大阪で開かれた国際シンポジウム、アジアの選択明日の世界、文明、体制、そして発展で、 招待講演を行ったとき、ラットは人工過剰と行き過ぎた工業化に関する環境問題について発言した。さらに、簡素で正常だったカンポ本ンでの子供時代の思い出を語った。1977年にエンダウロンピン保護林での伐採活動に対する抗議運動が起こったときには、ラットは新聞連載でこの問題を取り上げて活動への支援を集めた。 ラットが特に懸念しているのは彼が言うところの都市開発の負の側面である。ラットは都市開発が伝統的な生き方の創出につながると信じていた。都市のせわしく洗練されたライフスタイルへ追従を強いられた人々は古い文化と価値観を忘れるであろう。彼はカンポンボーイ、タウンボーイ、マッソム、そしてカンポンボーイ、イエスタデイアンドトゥデイで 伝統的な生き方を擁護し、それへの愛情を表した。これらの作品は、古くからのライフスタイルを精神的に優れたものとして擁護している。漫画家、セルジオ・アラゴネスは、ラットを崇拝しており、自作、グルーザワンダラーの中でトリビュートを行っている。国際的な認知を獲得し、自国でも大きな人気を誇るラットは、文化英雄、漫画になった、マレーシアの両親。 マレーシアの象徴などを大行な形容で呼ばれてきた。2005年、マレーシア報道協会は審査員特別賞をラットに、授与し、ラットが自らの力で誰もが知る存在となったという評価を述べた。無理やり、ジュア、ルジャブハットなどの東南アジアの漫画家はラットを絶賛しており、北米地域でもまっとグレーニングや、エディ・ギャンベルのような崇拝者を持つ。 ザ・シンプソンズの作者であるグレイニングは、アメリカ版、カンポンボーイへの推薦文で同作を、漫画の歴史を通した傑作の一つと称賛した。グルーザ・アンダラーの作者、セルジオ・アラゴネスは、アメリカのラットファンの一人である。1987年に、マレーシアを訪れたアラゴネスはその時の経験を、生かして、ドジナ・ケンシ・グルーがフェリシダという島を発見する、ストーリーを作った。 フェリシダ島の住民や自然環境はマレーシアをモデルにしていた。島民の花はラット独特のスタイルで描かれ、重要な原住民キャラクターである好奇心の強い少年はラットの名を付けられていた。レントと清水はそれぞれラットが1974年にフルタイムの漫画家となってからマレーシアの漫画産業が発展し始めたという説を唱えている。レントはさらに ラットが1994年に、ットの称号を授与されたことで、漫画家という職業へのマレーシアにおける尊敬が高まったとまで言った。ペラ州のスルターンから授けられた、この称号は、ラットが同国人に与えた影響と祖国への貢献に、対するマレーシア最高の褒章だった。ラットの台頭以前には、ラジャハムザやルジャブハットのような人気作があったとはいえ、マレーシアにおいて、 漫画家という職業は一般から高く評価されていなかった。ラットの成功は漫画家が成功して財を成すことが可能であることをマレーシア人に示し漫画家をキャリアの選択肢に入れるよう促した。ラットのようになろうとして作風を真似た若い漫画家も何人かいる。ザンブリアブーとラサイット・アスマウィーは ラットのキャラクターの特徴的である丸三つで描かれた花とヘアスタイルを模倣した。またレジー・リート・ニャンなどはラットの緻密なテーマ的、スタイル的なアプローチを自作に取り入れた。ムリアではラットを現代マレーシア漫画の父と呼び、マレーシアの漫画家として初めて国際的に認知され、自国の漫画界のイメージを改善するのに貢献したことを称えた。 ラットの作品が影響を与えたのは芸術の分野に留まらなかった。ラットのデビュー以前、マレーシアの漫画家は国民を一つの統一されたまとまりとして捉えることが必要だという考え方を指示していた。一つの作品には一種類の人種しか登場しないのが、普通で特定の人種や文化の特徴を上げつらう作品が主流の中に入り込んでいた。そのような漫画は、 当時人種間の対立が吹き上がっていくのを和らげることはできなかった。1969年にはついに人種暴動が勃発し、収束後も数年にわたって人種間の関係はピリピリした壊れやすいものとなった。レザの主張によると、ラットは作品を通じて国家の人種対立を和らげたという。ラットは群衆シーンでは様々な人種を登場させ、 彼らが共に生活している様子を描いた。それは穏やかで偏見のない漫画によって描き出されたマレーシア国民の姿だった。1981年のタウンボーイでは、マレー系と中国系の間の緊張が最も高まっていた時期を舞台としながら、作者の分身である少年と中国系の旧友とがアメリカのポップ音楽を媒介として自然に友情を結ぶ。 レザの指摘によると、多民族の読者層を持つ、マレーシア最大の英字新聞に所属していたことで、ラットが人種間、文化間の調停者としての役割を負わされた側面も、ある。しかしラットには、それを遂行するのに必要な、様々な人種、文化に対する深い理解が備わっていた。ファンが見る、ラット作品のトレードマークは、読者の悪い面を暴くのではなく良い面に訴える。 ことで、誰をも心地よく、ノスタルジーに浸らせてくれる、安心感と品のあるユーモアである。この方式はうまくいくことが証明されている。ラットの風刺漫画集が最初に発売された1977年から12年間で、彼の著書は85万部以上売れた。ラットの作品には誰もが安心感を期待するため、 マレーシアの政治的な人種対立を扱った2008年9月の漫画でラットがいつものスタイルを捨てたとき、ジャーナリストのカリマラ・ハサンはショックを受けた。一本の傘の下でマレーシア国民が身を寄せ合い、レイシズムや不寛容から生まれる言葉の雨から身を守っている絵は深い悲しみに満ちていた。エアアジアは旅客機2機の機体にラットのキャラクターを描いて敬意を表した。 ラットの作品は学術的な研究でも引用されている。その分野は多様で、法、都市計画から職習慣にまで及ぶ。研究者は自分の主張をユーモラスに解説してくれる差し絵としてラットの絵を用いている。ラットは外国から招聘されることもある。本人によると、自国での経験を漫画として公開してくれるよう期待してのことだという。 初めて招兵された国はアメリカ合衆国でオーストラリア、ドイツ、日本が続いた。1998年、ラットは漫画家として初めてアイゼンハワーフェローシップを受けてアメリカを再訪した。その際の研究プログラムはアメリカ社会の多様な人種間関係の研究だった。2007年、マレーシア国民大学はラットに 人類学と社会学の名誉博士号を授与した。ラットの作品はマレーシアの文化史を視覚的に記録したものと認められている。2002年にはマレーの土着文化を作品に記録したことで福岡アジア文化賞を授与された。1986年漫画家として初めてクアラルンプールにある。 マレーシア国立博物館で作品が展示され、2ヶ月で60万人の記録的来場者を迎えた。ラットは名士とみなされており、そのキャラクターは切って資産管理ガイドブック、旅客機に使われてきた。リーダーズダイジェストによるマレーシア人を対象にした2010年の調査で国内著名人50人を信頼されている順にランク付けした際、ラットは 第4位を占めた。ジャーファルは言う。マレーシア人は100%例外なくラットを敬愛しているので、彼が描いているのが警官であれ、教師であれ、売春婦であれ、それがマレーシアの真実だと考える国際交流活動に積極的なラットは多数の来日経験を持ち、作品にもそれが生かされている。最初期に描かれた風刺漫画でも、 マレーシアから見える日本はたびたび題材にされた。1977年、福田武雄首相は、アセアン諸国との対等の協力、心と心の通う友好関係などを基本とする福田ドクトリンを唱えた。同年に、福田が首脳会談のためクアラルンプールに赴いたとき、 ビジター・フロム・ジャパンと題した一コマ漫画で、ラットが描いたのは、ナラぶアセアン首脳が仰ぎ見る中、火のついた札束をマッチ代わりにタバコをくゆらしながら、タラップを降りてくる福田の姿であった。この作品は、日本の新聞に紹介されて、ラットの名を知らしめた。クアラルンプール事件を起こした日本赤軍なども、作品に取り上げられた。第二次世界大戦中の軍政の記憶や、 マレー作戦に先立って現地社会に侵入していた日本人スパイの伝承を疑画化した作品もある。ラットは国際交流基金が主催する第一回アセアン漫画展に招待され日本政治家とセックスと題する風刺漫画作品を提供した。前年に起きた宇野宗介首相の女性スキャンダルを受けて日本の政治家が国会議事堂の周りで芸者を追いかけ回している。 ギガであった。第4回アジア漫画展では、父の我慢と私の我慢と題した作品で、マレーシアの村落に侵入した日本兵が敵団頭の狙いをつけている1942年と、日本人ビジネスマンがゴルフ場でパッティングの狙いをつけている1992年との対比を描いた。初来日は1981年。 外務省の報道関係者招待プログラムによるものであった。この時見分した通勤ラッシュや焼き鳥屋小の風景は1コマ漫画となり、作品収録もアラットに収録された。あとの2002年、福岡アジア文化賞を受賞した際のフォーラムにおいて漫画家として独立するきっかけとなったのが、この初来日だと発言した。当時、朝日新聞に、 富士山太郎を連載していた佐藤三平や馬場ル手塚治虫との交流を通じてフリーランスの漫画家という職業形態があることを知り、マレーシアに戻ったら佐藤三平のようになろうと思ったという。佐藤との交流はその後も続いており、1990年にラットがコーディネーターとなって世界各国の漫画家をマレーシアに招いた際、日本からは 尾野康生とともに佐藤が参加した。1984年には代表作カンプンボーイが、カンポンのガキ大賞のタイトルで翻訳され、小規模ながら、アジア漫画の翻訳としては良好な売れ行きを示した。1992年、ボルネオ島の熱帯ウリンバを題材とした、日本人作家の絵本、森江海ろが、カンポンのガキ大賞の盗作だという疑いが持ち上がり、 半元の判断で絶版となった。ラットは、この件をよくあることだと述べて問題にしなかった。1996年、クアラルンプールのブリタパブリッシングから、タウンボーイの翻訳版が出版され、1998年には、その続編、カンポンボーイ機能、今日が出た。2014年には、マレーシア政府観光局のプロジェクトの一環として、ソーダタダ式の簡約による、 カンポンボーイ新薬が東京外国語大学出版会とマレーシア翻訳書籍センターから共同出版された。同書は京都国際漫画ミュージアムなどが主催する2014年度外漫賞において第2位を占めた。翌年にはソーダによる新薬タウンボーイが刊行された。1981年に初来日した際、日本の漫画雑誌が 性表現に寛容であることを大敗と呼び、反面教師として若い国、マレーシアの漫画家は放送ではいられないと述べた。後年には日本スタイルの漫画文化がマレーシアで主流となってきたことを受けて、マレーシア固有のスタイルを発展させる必要を訴えた。2006年のシードコ漫画家会議では漫画という言葉を使わないように提言し、マレーシアのコミックには、 漫画スタイルは必要ない。私たちは自分たち自身のマレー式コミックを作ろうと主張した。しかし若い世代の漫画家は、ラットがテーマとしていた歴史や土着文化への関心を持たず、自国の漫画の伝統やスタイルに意識的に背を向けていると評されるような状況がある。日本のストーリー漫画については、1コマ1コマの場面がちょうど映画のカットみたいになっているのがいいと言っており、 自作でも同様の映画的な構成を心がけているという。日本人漫画家の中では、手塚治虫のほか、滝田優が好きだという。どうして彼の漫画の中には、よくスリッパが出てくるのかな。犬がスリッパのことを考えている画面がよくあるじゃないかと述べており、登場人物の心情をセリフでなく吹き出しの中に入れた事物のイメージで表す。 独特の手法を取り入れてみたいと語っている。滝田作品の教習にも次のように共感を示した。あの世界は私の子供の頃の心です。夕暮れの街、電信柱、裸電球、一人の男、そばに子犬。妄想のような世界はマレーシアにもありません。ラット以下はラットの著作の抜粋である。翻訳版や企業からの委託で描かれた作品は、除いた 後者の例には、マレーシア航空のために描かれたラキトゥーズや、マレーシア国立銀行が1999年から毎年発行している個人向け資産管理ガイドブックがある。インタビュー、一時資料書籍学術、論文報道ウェブサイト、日本語文献。ありがとうございます。